いや、これレオン編よりもアシュリー編の方が怖いよね。ちょっと気味悪いな。改めましてごきげんよう、エミでさあ、本日バイオハザード RE4 続きをやっていきたいと思います。先日ですね、こちらの DLC が出たということで、私は未だ本編をクリアしていないわけでして、早くエイダ編もやりたいので急ピッチでプレイしていきたいと思います。銅像3体分の頭を手に入れたので、はめることによって先に進めるんじゃないかな。扉が開きました。めっちゃ来るやん。逃げろ、急げ。逃げて。えらいぞアシュリー。おお、アシュリー編だ。原作ではアシュリー編の時、まずは明かりね。バイオ123のカメラの定点カメラの動きだったんで、めちゃくちゃ難しかったんですよね、アシュリーを動かすの。明かりって言ってたな。あ、これか。なるほど、そういう仕掛け。これを取ったら開いた。L2 で、これをやらんと前照らしてくれんの？おう。いや、これレオン編よりもアシュリー編の方が怖いよね。武器ないからさ。原作でも確かにアシュリー編の方が操作難しかったっていうのもあるけど、怖かったんだよな。ちょっと気味悪いな。先が意外と見えない、この明かり。ないでよ。ここにネズミおるけど、でもネズミ倒せへんもんな。あれはレオンのミッションやもんな。やっぱ怖い、どうしよう。レオンの時怖いとか全然なかったのに。なんか音する。時計の音、チチチチチチって音がする。いやー、甲冑嫌なんよ。あれって時計？そうだよね、時計の音したもんね。ここ割れない？割れないか。決まった時刻に目を覚ます。その時間に合わせろって感じかな。これに合わせろって感じ？むずいな。これなんだ？時計ではなくない？そもそも。
10時5分ぐらい。ちょっと10時5分で合わせてみようか。こんな感じじゃなかった？違うか。針が動く。いや、動くのは分かってんねんけど、これじゃないのかな。あ、先進めんの？先進めるっぽい。こっちで探してくるんかな。やめてこれ、こういうの動き出すのマジで嫌。鍵がかかってる。鍵がかかってる。全然先見えなくないこれ。こんな乱雑に置かれたところから鍵を探すんかな。何？え、何？ところどころこれあるの何？めっちゃ嫌。ちょっと奥まで行ってみるか。あ、あ、ランプ置くんや。お、こっちの道が開けるようになった。あ、あ、あ、違うランプがあるぞ。取れへんのかい。ところに階段？階段？上は秘密の部屋ってわけね。上に行けるぞ。ここら辺にもお宝あるな。あ、これレオンの持ってる箱のやつまだ使うんだね。箱みたいな鍵がありましたもんね。ここにもう一回じゃあレオンで来れるんだ。よかったよかった。あ、鍵、しかも束で見つけたということはいろんな鍵が開くね。これは、え、いや、何の音ですか？何か動いてませんか？なんか動き出した。どうしよう。あ、何？嘘でしょ。わ、やっぱりカッチューやん。これは隠密ちゃう？いや、今の見つかったんちゃう？こっち来ないで。やった。見つかったかと思った。ここにあったのかっちゅうやったんや。どこへ行けばいいんだ。あ、このお宝開けに行こう。そんな余裕があるかわからへんけど。よし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 。あー、嘘やろ。鍵穴がどれかわからへん。ゆっくりのんびりしてていいんかな。開いた開いた開いた。オッケー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 。見失ってるんじゃない？私のこと。全然見失ってないわ。あ、あ、嘘嘘嘘、一体じゃなかった。で、ここも開くねんけど。あ、これは時間がかかるぞ。よし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 。いけるいけるいける。まあとりあえずレオンで来ることは分かったんで。え、何なの？止まった。あ、こっち側が開いた。途中で止まってる。エレベーターで閉じ込められるんだけは嫌やな。トラウマになる。よかった、安心する。必ず助けるから。あ、レオンまだ閉じ込められたままなんか。このくぼみ何？
なんかバイオ1で出てきたくぼみみたいですね。サラザールの紋章盾が必要。地下の霊長って読むんかな。ふむ。あ、ここにもあるぞ。ところがいっぱいある、この先。うわ、嫌な血。あ、11時4分。これに合わせれば開くんじゃないですか。 OK、 11時4分でした。もしかしなくても。そうよね、血だらけなんだけど。11時4分。音鳴らすのやめて、集まってきちゃう。いたいた。同じ時計がどこかにあったよね。あったあった。もう一回そこ行くのか。あの地下戻りたくないんだけど、怖くて。いる、いる、影が。隠密で行こう、隠密で。隠密どころちゃうやん、これ。どうしたらいいの。これ雪買うにもさ、一本道やから、この広いところですれ違うしかないですよね。何してんの、早くして。え、もしかしてこっちまで来ない説。早くこっち来て、すれ違えないから、はい、こっち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 、はい、こっちこっちこっちですよ。おおおい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 、こっちには来ないんかい。こっちには来ないんだ。あ、待って、これ何。あ、これあれだ。前回の配信の時にレオンを助けるために使ったカンデラの木なんだ。一時的に動きを止めるんだ。あー、ちょっと待って。動作わからなくてもたもたしてたらしいんだ。ちょっと引きつける場所をもうちょっと遠くで引きつけないとダメだ。あんな近くで固まらせたからやられちゃったんだね。うわー、目ギョロギョロしてるやん。一回待っとって。これなんかホールドしやなあかんからめんどくさい。よし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 。けけけけ、早く早く。で、あー、まだいっぱいいる。こっち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 。止まっちゃダメ、止まっちゃダメ。よし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 。ここだここだ。11時4分。よかった、開いた。この先にレオンを助け出せる鍵かなんかがあるのかな。アシュリーさんが動かせそうなものはないね。早く。え、乗ってきてる？もしかして追ってきてんのか。エレベーターに乗ってきたんかと思った。そして早く。ブルナ、ブルナ、お前たち助かった。鎧大っけ。え、めっちゃ動くやんこれ。絶対大っ嫌いって言ったじゃない。フラグでしかないんよ。あ、これ火を灯す系だ。どういう順番で火を灯すかだよね。これだ。鳥、竜、蛇、トナカイ、蛇。
何？動いた？もういやあ、嘘。影から出てくるのやめてほしい。これ一回一回明かりを灯すたびに鎧が動くパターンだ。だんだん厳しくなるから早いめに早いめに明かりを灯す必要があるね。鳥、ちょっと待って、あと2つ、どこだ。あ、これだ。あと1つ、あーと1つ、どこや。え、これ違うよね。え、これもか。あ、これもだったわ。はい、いた、急いで急いで。はい、いたよ。あ、音が止んだ。嫌だな。なんだろう。なんでしょう。あー、何か拾えるんだけど、ちょっと一回見る。ここに置くのかな、私。あれか、灯す。なるほど。これはここで合ってる？これは三日月だな。違うな。ということは、これはこっちで、あっちが逆だ。これが三日月だから、これをこっちにはめて、でこっちが満月の光。よしよしよし。お、あー、あれが紋章の盾か。あれをはめ込めば扉が開くって感じだね。サラダールの面を。ダメダメ、明かり返して。おい、何なの、もういい加減にしてよ。え、明かりは返してくれないの。え、明かり返してくれなかったら動き止められないじゃん。あー、最悪だ。もう逃げるだけになっちゃった。明かりないから暗いし。え、どうしようどうしようどうしよう。何、しゃがむ。あ、え、めちゃくちゃ怖い、こんなの。いい子だから。今カンデラの光があったからこの人たちは動けなかったんだ。原作の時もね、確かに光を投げたりしてたもんね。危な。え、これちょっと待って、戻るんだよね。早くして早くして、やばいやばい、危な。どこにはめに行くんだっけ。ねえ、どうしたらいいの。よいしょー。おお、ギリギリ。このまんますぐ行けるかな。暗い、真っ暗じゃない。扉、真っ暗すぎて何も見えん。どうしよう、ランプがないと見えないよ。え、ここまで来たのに開かなくない。これ開かないの。開けてよ、アシュリーさん。こっちから向かうんかも。あっ、こっちからかな。もうちょっと、こっからだったんか。これや、これや。レオ、アシュリー、無事か。え、
ってて、すぐ出してあげる。どうやって？ああ、これか。鍵めっけ。これ、試してみて。俺が下で受け止める。降りられるか？ええ、できると思う。